9月17日荒川区の町屋文化センターにて毎年恒例となっている東京ケーブルネットワーク囲碁大会が開催されました。この大会は東京ケーブルネットワークと荒川区囲碁連盟の共催で、囲碁将棋チャンネルなどの協力のもと毎年アットホームな雰囲気で盛り上がっています。今年は前回よりも多い156名の方が参加されました。どうか皆様、心の腕を存分に振るってお楽しみいただければと思います。まあ、事例いたしましても、このように多数参加をいたしまして、例年この大会は盛り上がっていることを心からお礼を申し上げたいと思います。大会が始まると皆さんの表情も真剣に。対局はハンデ戦、チャンピオン戦に分かれて行われます。参加者は子どもから大人までさまざまな方が。今年は例年に比べお子さんたちの参加が目立つ大会となりました。チャンピオン戦は前半から緊張感のある対局に。前半戦の結果が集計される中、会長さんにお話を伺いました。これはですね、東京ケーブルネットワークと荒川区の囲碁連盟というのがありますが、この囲碁連盟の共催によって毎年だいたい8月に、7月から、まあ、8月から9月にかけて夏季組囲碁大会という片方連盟としてはそういう名目でずっとやっております。大変盛大な荒川区の教育委員会の講演のもとに、やってきた大会でございます。大体これは千代田区と文京区と荒川区とでね、この東京ケーブルのネットワークの3区ということで、荒川区の場合は、まあ、区内それぞれ5会所ありますけども、5のクラブがありますけども、そういうところから、それからこの会場で荒川区の教育委員会のもとに講座を開催してるんですね。ああ、もちろんもちろん、もうこの方がこの荒川区の囲碁連盟も支えてます。はい、いろいろな囲碁でなんか友達ができたりするので楽しいです。はい、ここの文化センター、土曜日日曜日と、日本棋院市ヶ谷でにあるんですけど、そこに水曜日毎週来ています。勝って嬉しかったです。今日うまく打てたので良かったです。勝ったり負けたりだったけど、勝った時100点取れたので嬉しかったです。いっぱい勝って点数が取れたので嬉しかったです。初回から緊張して負けてしまいましたが、2回戦と3回戦勝てたので4回戦も頑張りたいです。そうですね、私も子供が小学校で初めて習ってですね、ちょっと相手になれればいいなと思って始めたんですけども、非常に楽しく最近は打ててます。はい、はい、週に1回なんですけど、日曜日の、午後1時から1時間半、この町屋ムーブのですね、町屋、このセンターの3階で教室を開いてお手伝いをしております。そうですね、まあ結構小さい子からお年寄りまで楽しんで囲碁を楽しんでます。はい、午後には中島美恵子二段による仮面打ちと大盤解説が行われました。まあ、なんとかいけるかもしれないですけど。
皆さん食い入るように解説を楽しんでいました。そして後半戦がスタート。皆さんの表情もさらに真剣に。チャンピオン戦も緊張が高まり、激戦が繰り広げられました。果たして優勝は誰の手に。いよいよ最終集計へ。表彰式は D クラスから、優勝はご覧の皆さんになりました。東京ケーブルネットワーク株式会社代表取締役社長執行役員土井義勝、大塾富平です。それではおめでとうございます。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 優勝者の皆さんにお話を伺いました。今日優勝できたのでとても嬉しいです。囲碁教室で少し練習してます。大会に参加してて、小学生の子どもたちがいっぱいお話しすることができたんですが、強くなる方法を聞いたんで、それを実践してまた次回頑張りたいと思います。接戦続きで非常に苦しい碁が続いたんですけれども、なんとか幸いしたというところですね。この出場私3回目だったんで、3度目の正直ということで優勝できて、非常に妨害の喜びだなというところです。先ほど判定で1段上がって次は3段ということで頂戴しましたので、ちょっと苦しいと思うんですけど、また出られる機会があれば精一杯頑張りたいというふうに思います。4局とも全部攻め合いで取るか取られるかで幸い勝つことができましたので良かったと思います。しばらく囲碁を打つ機会がなくて、今回結果残せるか不安だったんですけど、無事優勝できて良かったです。4回戦ともいかがでしたか、展開としては。結構危ないところもあったんですけど、ギリギリ勝つことができて良かったです。来年もちろん出れたら優勝するつもりで。今回の優勝はご覧の皆さんに。子どもから大人まで世代を超えて楽しめる囲碁大会、次回は皆さんも参加してみてはいかがですか。以上、東京ケーブルネットワーク囲碁大会でした。